いけるでしょう。繰り返しでなんとか。ひー、あ、待って、これ無理だな。何やってんの。キャー、逃げろ逃げろ。あれ、なんかちょっとずつ減っ、なんか壁の隙間からすり抜けていきよったけど、今最終的には破壊したみたいやけど。ん、とうとう来たね。あ、ボスか。何、かっこいいな。僕将軍兵法だよ。クッパ様のご命令で星の精を捕まえてるんだよ。ちゃんと捕まえていればあとは僕らの好きにしてていいんだよ。お前、僕らのおもちゃ箱勝手に触る嫌なやつ。おもちゃ箱触らせないよ。お宝横取り許さないよ。星の精も渡さないよ。マリオやっつけちゃうよ。やっつける、突撃。うわうわ、なんかいっぱいいる。みんなで同時にやるんだよ。1、2の3でマリオをやっつけろ。おー、かわいい。かわいい。あ、そっか、普通のジャンプしかないんやっけ。なんかちょっとずつ減らせる。待って、あれか、レサレサで行こう。でも多分ここで仲間にしたキャラクターってここで役に立つようになっとるんやと思うよね。でもボスかな、それは。ちょ、ボスになったらあかりに切り替えてみるか。その前のなんか多分雑魚キャラなんであろうこいつらはレサレサでいいや。このままじゃやられちゃうのよ。あわー、逃げろ。え、逃げた。待て待て待て、どうして逃げてくるんだよ。マリオをやっつけなきゃダメだよ。おお、さらに逃げてったけど、向こうに。情けないやつらだよ。おもちゃ箱守るんだよ。こうなったら僕がやるよ。かわいい、誘導しよる。ああ、泣いてる。かわいそう。マリオ、よくも僕の大事な可愛い兵法たちをいたぶってくれたんだよ。でももうそうはいかないんだよ。今度はもっと強いのが相手なんだよ。なになになに、お、おい、仲間を呼ぶ。自分じゃないんかい、戦うの。竹山兵法出撃。兵法。あ、でもそこにおるってことはあれか、一緒に攻撃してくる感じか。どうしようかな。どうしようかな。あ、落ちた。多分これ落としといた方がいいってことよね、きっと。多分乗っとる分なんか知らんけど攻撃力高くなっとったりとか。え、落ちんやん、あいつ。どういうこと。ほら、なんか若干攻撃力高くなっとるやろ。よろしくない。あれ、やっつけた。レサレサでは落とせんのか。やっつけたよ。ムッキー、情けない。もういよいよあれをやるしかないんだよ。なになになに、お、なに、また呼ぶの。え、合体。なんかムッキムキの兵法になったりする。ん、どっから出てきた。ほうほほほほほ、マリオ、後悔してもダメなのよ。一気にやっつけろ、兵法。え、その状態。その状態なの、トーテム兵法。なるほどね、合体するわけじゃなくてトーテムなのね。はっ、レサレサビンター。あ、そろそろあれだな、マリオ回復し始めた方がいいか。ちょっと体力危うくなってきたよね。はあ、ほらほら、きついきつい。ほら、1人当たり1のダメージってことやろ、あれ。やばいやばいやばい、すっきり爽快。寝顔のパワーつけとったよね、私。なんかさ、星の精を助けるたんびに新しい技が手に入るのはいいんやけどさ、普通にあの
回復の、なんていうん、回復量を上げてほしいんやけど。わかる？めっちゃ上げてほしいんやけど。すっきり爽快。でも意外と早くトーテムもやっつけれるな。ケサリサビンター。ひー、でもこれさ、あれよね、マリオの体力だいぶ減っとるけど、これ最後あの後ろのボスも戦うよね。え、無理じゃね？体力。確実に無理じゃね？あ、トーテムやっつけた。ムキー、こうなったら僕だけでマリオをやっつけちゃうんだよ。もう謝ったって許さないんだよ。隠れた。隠れたよ。これは、とりあえず回復に徹しようかな、マリオ。確かに溜まるの早いかも。待って、ボスになったってことよね、これ。あかりに変えとこーっと。何がどう違うんかわからんけど。ひえ。待って待って待って。すっきり爽快。でも5回復して5のダメージか。きついな。本当にもう回復しかできんね。しかも1回分は願うてで消費されるけん。しびれフラッシュ。あ、攻撃、でも攻撃力アップしてもな、回復。ビリビリアタック。ん？あ、押し続けか。いけい。攻撃当たるんや。ムキー！そのビリビリした攻撃って戦車の防御力が効いてないって感じ。あ、なるほどね。他の仲間やったら、なんかこの防御力が邪魔して、攻撃力が下がるってこと？もうそんな攻撃してくるなんて絶対に許さないよ。何？さらにパワーアップする？ひー。願う。ビリビリや。あ、これも戦車電球。これで電球の技が使えんくなるってことやないん。ちょ、電球攻撃してみようや。どうどう。どうかは分からんけど。いやー、待って。いやー、でもなー、そっか、回復アイテムはないんよね、私。そう、延々と繰り返すしかないか。まだ生きとるだけいいよね。うんうん。攻撃はあかりに任せよ。でも5ずつしか回復せんけんな。ビリビリアタック。あ、電気消えたよ。攻撃が変わった。爆弾になったよ。あ、でも爆弾になって逆にあれか、攻撃1減ったね、今。いいんやない。いいやん、いいやん。ビリビリアタック。あ。あいつ体力どれぐらいあるんやろ。いい、ピンチ。マジでギリギリやな。もうこれ繰り返していきよったらいけそうじゃない？こっちが5回復する、5回復して相手の攻撃が4やろ？まあ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 、いけるでしょう。繰り返しで。なんとか。ひー。待って、これ無理だな。待って、これ無理だな。0になるよね、ここで。なんてこと。6、4。いや、でも一応かけるか。
これピンチでラッキーつけとるけんさ、もしかしたら相手がヘマしてくれるかもっていうのにかけよう。なんとか。いやでも今まであのバッチつけとってなんか効果があったことないんやけどな。ひー、ほら普通にないわ。普通にないわ。くそー、なんてこったい。私手前でセーブしとったよね。もうちょいギリギリのところでセーブするか。じゃないとあのやりとりまた見ることになるもんね。マジで今回さ、マリオ一切攻撃してないよね。竹馬の時に多少攻撃したんかな。やばいな。いや、やっぱレベル上がったら体力一番大事なんかな。どうかな。地道に地道に削られていくんよね、体力。やばいわ。でもまあこれ繰り返していきよったらいつかやっつけれるはず。多分今までの敵が体力どれぐらい ?3、40 ぐらいかな。アカリンで10回ぐらい攻撃したら多分いけるんよ。だいぶやけど。これで3回目やろ。攻撃パターンまた変わったりするかな、途中で。1回ぐらいさ、向こうの失敗ターンも欲しいんやけど。何のために私がピンチでラッキーつけとると思う。全然失敗せんやないか。いけい。うわー、つらい。え、これ次ぐらいのターンでやられん？やられるよね。え、相手がさ、失敗してくれんと普通にやられると思うんやけど。そろそろ失敗してくれていいんですけどね。回復アイテムも特にないし。てか仲間にも回復キャラみたいなの欲しいんだけど。これでやっつけれたりせんかな。あ、なんか取れたよ。あ、やっつけた。うわ、めっちゃギリギリやん。あと1回ダメージ受けたら終わっとったよ。こっちが。こっちが。みんなチリチリになってく。おい、大丈夫か。多分いつも毎回同じ子なんやろうな。やっとるち、兵法たちはやっつけてるちよ。ガッハッハーでち。兵法たちも全然大したことありまちぇんでしたね。やっぱりこれもアカリンのおかげでちね。ね。念押し。あれ、さっきのやつも一緒に逃げてった？あの中におらんかった気がするけど。服とか全部剥げたんかな。来た来た。星のせい。今回水色なんや。やったね。なんかこのカードから出てきたら若干変わるんよね。見た目が。ステージクリアー。兵法たちをやっつけて、マリオたちは4人目の星の星を助け出すことができました。え、全部で7人おるんよね。あと3人か。空にも星たちの力が少しずつ戻ってきているようです。え、次何の能力やろ。しかし、星たちの本当の輝きは、スターの杖を取り戻すまで見ることはできないでしょう。残る星の星はあと3人。彼らは一体どこに捕らえられているのでしょうか。次のヒントは？